臨時サイトは、特別な目的を持って実施される神社の祭祀。大きく分けると2種類存在する。一つは、演技式に規定された、恒例祭以外の臨時の祭りを指す。戦宮、天皇の即位や行行、国家的危機の時などに実施されるものを指す。もう一つは、平安時代中期以後に登場した天皇の発願に、由来して、 朝廷における年中行事として定着した有力神社の祭祀を指す。高齢祭が直死の派遣によって臨時祭化した平野臨時祭以外は各神社においては高齢祭とは別に新たに始められた祭祀である。889年に歌天皇の護願で開始され、899年に高齢化された加茂神社の臨時祭、942年に 須作天皇の五眼で開始され、九百七十一年に、高齢化された岩清水、八渡ぐるの臨時祭、九百八十五年に、花山天皇の五眼で開始された平野神社の臨時祭、百二十四年に、須徳天皇の五眼で開始された祇園神社の臨時祭などがある。これらの祭りには、工事人法を着用した天皇によって、毎年直視が派遣されて、祭り兵、 株、相馬などが奉納され、天皇の法則と皇統の長久が祈願された。多くは室町時代に中絶した。幕末にかけて、皇格天皇により、加茂神社、岩清水、八幡宮の臨時祭が復興されたが、1870年に廃止が命じられた。ありがとうございます。